前が先手だ。お願いします。対局開始。小餃子3分切れ負けやっていきたいと思います。お相手5段の方、角換わり党ということで、まあ居飛車で来るでしょう。さて3五歩同歩同飛車として8六歩ついてくるかどうかでしたけど、まあ一歩交換はすぐにはしないと。さあ端歩を突き返してくれたんで、端1五歩をいつか仕掛けれるようにしておきたいですね。一つその手をも見ておきたい。どっかのタイミングで端歩突く手はありそう。今すぐにも突けるんですけど、もう少し駒組みして、このタイミングかな、突くとしたら。どのタイミングでもあったんですけど、私は銀が上がって玉が一回寄ったぐらいで仕掛けると、まあ、7九角って場合によっては引きやすい。その角と攻められた時に7九角って引く筋もあるのと、一個玉が寄ってることによって、まあちょっと、争いが起きた時に一歩逃げてることによって、まあ、得することが多いんで、このタイミングにしてますね。さてさて、2分30秒。分かんないな、この時、まあ、歩垂らすぐらいかな。次桂馬跳ねてって、ただ3五歩と受けられる手はあるが、まあ、飛車1個寄るか、5号飛車とするか、どこに逃げるかわかんないが、飛車1個寄るか、桂馬が跳ねれないようにしておくっていうのも一つ手かなと思ったんで、で、角道をどっかで開けていきたいけど、こちらも、まあ、すぐには開けれなそうか。香車渡したくないな。どっかで8三香とか打たれるするような。同金かな、同角か。銀打って、銀打って2四角に、あ、1五角もあるか。1五角飛車寄るか1回で歩開けて、香車取りが受けにくいと思ったが、おお、そうやって受けるか。一応香車取りにはなってるのと、銀取られた時に飛車に当たるが、歩打ちたいな。金寄ってたら一応2三に駒がいける。2三銀成だと香車を回収される手が少し気になるので、まあそっちか。王手で入るんですぐは取られないで、角ぶった切って、あれ、これ即詰みはないか。香車が取られるか。2三角から詰むかなと思ったんですけど、なかった。あー、まあ香車取るかな。まあ早逃げしましたね。まあ桂馬も回収しましょう。これで次金の一手詰めなので受ける必要がありますね。さあ、まあ一級飛車って下ろすかな、相手としては。ただ香車取ってもすぐに2三角や2三馬で飛車を取り返せるので、そんな簡単にはあれだな。1一飛車下ろせないんじゃないか。金打って、先角打ってから金打つか。金打って香車取らせて、そうしようかな。まあ竜なんでただじゃないんですけど、同竜って取られて、で合駒された時に、合駒しないか。金引きはちょっと香車とかが厳しいんじゃないかな。同香だったら金を取れますと。同玉でできないんですね。だから飛車がいなくなると金を取れるので避けたと。で、これが香車なっとくかな。桂馬取る手もあるかもしれないですけど。で、飛車下ろしとくぐらいかな。金は逃げる必要あると。あ、時間がない。まあ、次7三成香ぐらいで、いや、もうちょいうまく寄せる方法あったと思うんですけど、
時間がちょっとないので、そこだけですね、怖いのは。ちょっと相手玉安全になっちゃったかな、一旦。安全ってわけないか。あ、どうですか、ありがとうございました、対局。そうですね、同玉って取っても香車取れて、同香って取っても角とか打っていけば大体ですね。桂馬が効いてて玉が逃げれないんで、対局ありがとうございます。